これはなんていう鳥？かっこいいな。これはね、ハヤブサという鳥よ。ハヤブサ？ええ、世界で一番速くて獰猛で凛々しい鳥よ。一度狙いを定めたらどんな獲物でも確実に仕留める生まれつきのハンターなの。ハヤブサに狙われたら絶対に逃げられないわ。すごい。お母さんは見たことあるの？お母さんもないわ。ハヤブサは群れる生き物じゃないから見つけるのも大変なのよ。誰よりも強いからハヤブサはいつも一人で行動するの。一人で？寂しくないのかな。ハヤブサは家族との絆が強いのよ。待っている家族がいるから孤独でも狩りができるし、きっと寂しくもないはずよ。今も昔もハヤブサは勇気と不屈の意志の象徴よ。人々はその強さを称え、生き様に敬意を払うの。シーランもハヤブサのように勇敢な子になりなさい。もしお父さんやお母さんがあなたのそばにいられない時でも、怖がらず強く生きていかなきゃね。君、隊列からはぐれないように。はい。起きたか。運が良かったな。出血の割に大した怪我じゃない。どうした？痛むのか？何でもありません。夢を見ただけです。夢か。それはいい。夢を見られるのは幸せなことだ。私が最後に夢を見たのはいつだったか。
なあ、若いの。あんた、名前は何て言うんだ？仲間に入らなくてもいいから、友達にならないか？早ブサ。私の名前は、ハヤブサだ。